井君、なんか女子高生の方がなんかアルバイトか何かで働いてらっしゃるかなって思ってねえ、違うんですよね。あれ、私はマンさんだって言ってね、とてもお若い、ね、方で、まあ、これからもお世話になりたいんで、ここはこういうこと言っておけなきゃダメなんですけども、そういうわけじゃないです。そういうわけじゃないです。いや、本当にね、もうお綺麗な方で、ちょっと今日本調子が出ないなと思ってですね、もう早速先ほども間違えちゃいましてですね、ねあのちょうどね、この歌をこちらの中にですね、そのママさんいらっしゃるもんですから、なんかこうちょっと緊張しちゃって、もう向こうの方見て歌っちゃおうかなと思ってですね、そうするとなんかハグちゃうみたいなね、あ、ダメなんですけども。わかりますよ、こうママさんに会いにこちらに来るっていうね、そのね、あの不純な動機ですけれどもね、あのね、わかりますよ、その気持ちがね、なんかとても綺麗な方でね、もうちょっともうドキドキしてるんですけども、そんなですね、もし私がアタックしたら振られるだろうなっていうのをですね、あのよくわかってますから、そういった曲を、しようかなと思ってます。私ですね、あの、学生時代がですね、もう10年ぐらい前ですね、その10年ぐらい前で、あのやっぱこう見えて僕はあの結構色恋沙汰には苦労してるんですよ。あの僕はあの本名が遊ぶ人って書くんですね。森田優斗って言うんですけど、遊ぶ人って書くんですけども、本名なんですよ、はい、あの両親が遊び人でそれの息子だからって、もうどうにもならないんですよ、両親がね。ほんとね、もう隠し子がね50人ぐらいいるとか、そんな話聞いたことあるんですけど、まあ、そんなね、まあ、遊び人でね、で、まあ、よく言われるわけですよ、遊び人だなんてね、言われて、で、ある女の子にですね、言うとあれだね、あの、遊び人って書くけど、遊ばれ人だねとかって言われてんだよ、その時僕、うるせえ子の野郎とかって言ったんですけどね、その通りだなと思ってですね、まあ、よく振られるんですよね、僕が、もう、こんなにね、僕の職が、顔似てるのにね、なんで振られるのかなと思うんですけど、それでね、結構振られた回数が多くて、付き合った数よりも振られた回数の方が多くてですね、まあ、そのおかげで、まあ、恋の歌声を歌うですね、曲が、たくさんできましたので、その曲を、一つ一曲お送りしたいと思います。スイートフラレーションといった曲でございます。I'm gonna make you mine.
ありがとうございます。曲カットするぐらいなら喋るなってことですね。もう本当にもう何年